はい、稲妻ショッピングチャンネル、はい、じゃあまずはインスピレーションで買った唯一のもの、はい、ショールカラーのニットで虫食いダメージがあったっけ、ほとんどないんだよね、ほぼないんじゃないですか、見当たらないんです、見当たらないんです、色がね、これちゃんと出てるかな、グリーンなんだけど出てる、グリーン見えてる、みんなじゃん、はい、名前を俺変える前のやつですね。はい、みんなご存知のファイヤーキングのキンバリーマグですね。じゃん、これ選んでください、セット、はい、選べるようになってるんだよね、はい、A セット、B セット、C セット、商品ページがそれぞれ、あ、商品セット、はい、ページがそれぞれあるのか、あ、ごめんごめん、俺だで、A、B、C って全部それぞれ分かれてて、うんうん、A、B が60年代です、ね、A、B が60、 C って書いてるのが70年代、はい、70、はい、これですね、これはかなりマニアックな商品、ね、だいぶマニアックだと思います。マニアックな商品、はい、これマニアック、あの、ぜひね、はい、好きな人はね、これね、この缶がいい、いいですね、うん、OD のこの缶を、うん、これ1945年だっけな、はい、なんかもう終わりかけの45年、終わりかけなんです、終わりかけって言ってました、どっかに書いてあったと思いますの、あ、書いてあったんだ、うん、中の説明のこれね、説明書き、さっきもビデオでも広げてたんだけど、取扱説明書まで全部入ってる、うん、もう完璧揃ってますね、うん、こうやって、うん、で何かっていうとゴーグルです。はい、はい、これね、この赤いのを開けるとこうやって、すごいですね。1940年に US アミーガナゴーグル、はい、3800円、おマニアックマニアックプライスです。まあちょっとこれ復刻品ではあるんですけどね、はい、これ何だか分かりますか、これ、おで未開封トランプ、はい、でね、これね、43年にこれが出て、はい、うん、でそれの90年に復刻したモデルのデッドストック、これ、そうなんですよ、1990年のワールドワー2トランプ復刻品、はい、4980円、お、お買い得、お買い得、はい、はい、ミラーダイヤ、ミラーダイヤです、はい、ブラックのミラーダイヤの、はい、で一応これまだ、はい、あの動いてて、日産も今現状そんなに狂わないんですけど、うん、あのなのでオーバーホールはまだしてないんですけど、うん、ちゃんと使いたい方は、まあ、とりあえず使ってみてもらって、まあ、いずれオーバーホールはしてもらった方がいいかなと、はい、お、12万5000円、はい、そう、それが欲しかった、それが欲しかった、それが1950年代の、はい、ヘラクレスというブランドの、まあ、英語ってハーキュレスです、ハーキュレス、ハーキュレス、ハーキュレス、ヘラクレスの、うん、馬側のスポーツジャケットですね、はい、はい、海軍パイロットがごめんね、あのあれですね、フライトジャケットとして、うん、この民間で市販されているこれを使ってたっていう、はい、そうですね、事実がこれで分かる、うん、はい、こちらの値段です、79,800円、はい、はい、俺が自分で買いました、これそうですね、買いました、はい、そうこちら、40年代って書いてありますけど実際50年代、はい、はい、商品のところはちゃんとなってます、24,800円、税込み、はい、お買い得、お買い得です、お買い得、じゃあちょっとね、指輪いきますよ、こちら、こういうかっこいいミリタリーリング、はい、もう一個、はい、これもまたなかなかマニアックです、マニアック、こちら、はい、これです、リングマーク入って尻尾だね、尻尾です、尻尾ですね、はい、いわゆるエナメルの加工が入ったやつですね、うん、スクリーミングイーグルの、エアボーン、はい、66,000円、おお、はい、こちらちょっと高いです、古いやつ、そうですね、仕入れ値段高かったです、はい、79,200円、おお、まだまだあります、これ、はい、4本指ノコナノコナですね、はい、うん、はい、19,800円、おお、買いやすい、そしてもう一個グローブがあります、はい、これは何がすごいって、はい、USMC って入ってるんですよ、うん、USMC とはつまり US マリンコープ、はい、アメリカ海兵隊のこれミルスペックグローブです、 USMC ミルスペックグローブ、はい、見えますかねこれ、うん、US アーミーのですね、まあ、50年代ですね、50年代のメディカルウールブランケットの、ほぼデッドっすかね、デッドストックデッドですね、うん、デッドストックです、50年代、はい、US アーミーウールブランケット、はい、デッドストックです、デッドストック、以上9,800円、はい、どうでしょう、はい、ラグつながりですかね、はい、はい、
はい、これこそねベッドカバーなんかにもいいし、うん、床に置いて引いてもいいし、うん、いいですね、かけてくるまってもいいし、はい、車に置いといてもいいし、うん、なんかスヌーピー、巨大スヌーピー、あ、かわいい、ピーナッツですね、はい、じゃ、うん、ラグ、ちゃんとオフィシャルのマーク入ってますから、ここにピーナッツのね、はい、はい、オールスター、オールスター揃ってます。まあ、主要キャラ全部いますね。全部揃ってます。うん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 、こちらですね。アメリカ国旗から、はい、1万2800円。おお、1万2800円です、こちら。はい。1万9800円。おお、アメリカの大学の名前なんだけど、うん、これどこだか分かんないよね、S はね。分かんないですね。うん、スクールカラーなんですよ。大体色は、うん、多いんです。はい。あ、20年代ね。20年代、20年代、はい、レターの編み込み、はい、セーターです、はい、これは業者ができる、うん、業者になれます、はい、送料込みで、はい、そう、メイトさん送料込みで、これですか、この値段ですね、お、はい、お、これはね、ヴィンテージではございません、ただね、これがやっぱなんかローカルのアメリカものっていう感じがすごい溢れてて、はい、すごい雰囲気フロントにもプリント入ってるしね。そう。はい。こんな。そうなんです。ね。24時間営業って書いてあります。各、各、各。7800円。税込み、はい。はい。税込み。税込みです。リーバイスの、503ZWX っていう、キッズ用の、あのデニムですね。いわゆる 501WX のキッズ用。で、しかも、サイズ見てもらうと分かるんですけど、ちょっと、よれるか、こう。もうウエスト18インチ、レングス14インチというゼロサイズ用ってやつです、一番ちっちゃいやつ、ゼロサイズ用、ダン、うわー、来た、34万5000円、はい、すごいな、ね、はい、はい、ということで、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、また来週よろしくお願いします、またよろしく、はい。